それでは知事の会見を進めさせていただきます。本日4項目ございます。はい、それでは私からまず発表させていただきます。最初にですね、新湊マリーナの拡張の、概正ということであります。で、お手元資料をご覧いただきますと、新幹線開業ということもありましたし、世界で最も美しいワンクラブの加盟ということがありまして、せっかく世界で最も美しいと言ってもらったわけですから、その魅力向上に向けて、その一つとして、新湊マリーナ大幅拡張をしまして、県内外の自家用船舶オーナー、ヨットとかボートですね、保有地したり、大型化する船舶に対応しようと。それから県内に不法係留しているボートなんかもありますから、こういう機会に、こうしたところに入ってもらう、収容していく、こういうことも、やりたいと思っているわけであります。で、昨年4月に水上桟橋等の供用がありましたけれども、この度新たなクラブハウス、大型艇用のクレーンなどが完成しましたので、ご報告すると。また記念式典ともここに書いてある通りであります。大体このパネル、ちょっと思ったより小さくて分かり、このパネル、ちょっと思ったより小さくて分かりにくいかもしれませんが、一つは、新しい、クラブハウスをですね、ここに、今回、完成したわけで、ここにヨットとかボートのオーナーの皆さんのオーナーズルームというのを設ける。またロッカールームも設けたり、それから釣り道具のロッカーを39億と、あるいはバーベキュー広場、テーブル3卓、椅子18脚といったようなこともやりますし、それから水上保管ヤード10メートル級57席分の増設もやると、いずれですね。それから合わせて今回完成しましたのは、説明後先になりましたが、大型艇用のクレーン、で50トンまで釣り上げられると。で、18メートル級の大型船舶に対応できるということで、これは日本海側で初めてでございます。それから陸上保管ヤード146席増設しますけれど、合わせて監視カメラも1台さらに増設する。で、29年度末に10メートルから18メートル級146席、出来上がると、こういうことであります。それからライトアップをですね、これは誤植で日の入り日没とありますが、日の出の間違いで、午前4時に日の出、日没22時と意味ですね、ということでございます。で、施設概要、ここを見てもらうと分かりやすいと思いますが、整備前はですね、466席だったのを、今現在というか昨年4月現在で560席まで増やしましたが、今度で706席増やすことになる。で、内訳としては水上桟橋が148席で、そのうちだったのが185席で、これは整備済みである。で、陸上保管が318だったのが375にすでになり、最終的に521になると。それからこのクレーンはここに書いた通りで、施設の20トンクレーンだったのはさらに新設で50トンのクレーンを作ると。から管理棟も施設クラブハウスを改修した上に新設のクラブハウスを1棟作ると、こういうふうになっておりまして、富山湾そのものが大変魅力的な湾ですけれども、こうした新しいマリーナができることによって、その魅力が大幅にアップするんではないかと。で、タモリカップの
日本一のヨットレースも今年もこの海王丸パーク中心にやっていただけることにもなりました。まあ、できるだけですね、富山湾が、マリンスポーツの面でもですね、日本を代表する場所になるように、まあ、努力していきたいなと思っております。それから、なお下の方に、1ページの下の方にありますが、5月17日に、外政の記念式典を行うということに、まあ、なっております。